はい、皆さんこんにちは、ワナレゲルフィッシュです。信長の暴走族戦国立志伝ですね。足利義昭での信長包囲網プレイ、続きをやっていきましょう。まあ、前回ですね、第3次信長包囲網、実際には徳川包囲網なんですが、信長と家康の間は婚姻同盟が結ばれているので、大きく信長包囲網ということにしましょうというところでですね、第3次信長包囲網を形成しているんですが、信長もやはり力がまだある、そんな状況の中、長野城に信長の大軍が攻め寄せてくるという状況からのスタートになります。で、信長の方はというと、約2万、1万7800とか、約2万の軍勢が、足利領長野城、こちらですね、に攻め寄せてくるのを防衛するというのが一つと、一方で、信長軍は武田とですね、この木曽福島城周辺で戦闘中なので、ちょっとね、この二正面作戦、戦争中の信長をどう封じ込めていくかっていうのも考えながらプレイしていきたいと思っています。で、北条はというと、前回ですね、こちらの連合に加わってくれるんじゃないかなというところまでは来てますので、このままできれば家康と北条が先頭に入ってくれるといいかなというところですね。では続きをプレイしていきましょう。これで反徳川に北条も入ってくれたのでよくて、一方で、すいません、長野城の方には、信長自ら7000、さらに清正4700、さらに一徹5700、約1万7000ですね、やっぱりの軍勢が迫っているので、これを迎撃するこちらの足利家部隊としては岸田隊4100、飯田隊4400、三雲隊3600、数はそれなりに揃ってるんですけど、やっぱり武将のスケールが全然違うな。相手の武将は統率100クラスの武将たちが出揃ってますからね。それに対してこちらはというと、少し連打も低いし、おなんだこの柳沢元政って、ちょっとパッと見顔面蒼白な栄光ちゃんに見えません？可能栄光ちゃんにちょっと見えるな。ちょっと思わぬ発見がありましたが、柳沢元政さん、知略は結構ありますね。栄光ちゃんの不倫というか陰行騒動の会見はネットですら見てないので、どんな塩梅だったのかちょっとあまりわからないんですが、その柳沢元政も含めて迎撃部隊も約1万7000、ほぼ互角の部隊になりますね。で、桐山御所とかこの辺りからはさらに増援も出せるし、二条御所からは1万の軍勢が出せるので、なんとかなるかな。ごめんなさい。で、こちらはというと、一色がどういうこと？こちらと断絶してるのはきっと結べなかったんだな。であれば一色隊は逆に攻め落としましょう。少しでも領土を広げた方がいいと思うので、ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。耐久も3000で決して大きくないので、ここは思い切って城攻めを行いましょう。出陣します。で、念のため御詰めとして藤鷹も出しましょう。
奥義一銭持ちの神泉がここで死んだか。貴重な決戦兵力として重要だったんですけどね、奥義一銭は。ご命令下され、報告いたします、報告いたします。で、工作対象としては今は特には必要ないかな。どこも上がっていきますからね、勝手に。よし、ではお金も少し余裕が出てきたので、ここで御所の改修にようやく取り掛かっていきましょう。と思ったらやっぱりお金がないんだ。これでもお金足りないんだな。であれば投資をしてしっかりと自力をつけていきましょうか。まあ、包囲網に参加している今こそまさにその武将の数が余裕があるというか、動かせる武将の数に余裕がある今こそ好機ですね。やっぱりその工作をしているとお金も武将も足りなくなってくるので、今だとそれができるかな。で、あと外交交渉でいうとどうだろう、毛利とかとは婚姻を結んでおいてもいいかな。義明に姫をもらいましょう。と思ったら姫が誰もいない。なったんだ毛利家は。毛利家すごいな。武田は、武田は姫は誰かいるのか。菊姫がいるな。ただ菊姫は顔が見えないとちょっと嫌だな。可愛い子じゃないかもしれないですからね。朝倉はゆうちゃん、この辺りも若いなあ。でも他は、長宗我部はというと、姫いるけどな、顔がちょっと見えないな、やっぱり。となるとどうだろう、最大勢力の毛利と婚姻しておきたいけど、そうなるとまず輝元のところにゆずちゃんを嫁がせましょう。これで盤石になるだろう。で、一方で姫が欲しいので結婚したいですからね、義明としても。菊姫、うお、菊姫この顔立ちか。ちょっとこれはやめましょう。いや、顔で選んでるとかじゃないんですけど。え？そう見えるって、まあ、そうなっちゃうな。わあ、こっちの方がまだいいな、ふみちゃん。ふみちゃんにしようかな。勢力で言うとどうなんだ？長宗我部もだいぶでかいからな。ただ、北条と猛南単化すれば北条の姫も迎え入れられそうなので、ちょっと北条の様子を見ましょう。出るとするか。いやー、武田もかなり攻められてるな。高東城とか狙われてるもんな。なるほど。敵将捕らえた。お味方が討ち死にしました。誰だ、飯田が討ち死にか。やっぱり信長恐るべしだな。戦お見せしましょう。ご命令くだされ、報告いたします、報告いたします。ユミちゃんにしようかな。それともこれはアツちゃんなのかな。アツちゃんの方がいいかな。年も上ですからね。
よし、もらい受けよう。で、あと、まあ、せっかくお金も余裕が出てきたので、密談できるところには密談を入れていきましょう。武将は少しでも補充しておきたいので、武将の数が足りないのでこんなもんでいいでしょう。これでだ。あとは一式を滅ぼせれば武将がまたちょっと補充できるかな。我らに打てぬ敵はありません。我が策、戦場を制す。行きます。我らに打てぬ敵はありません。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。竹部山はこれで落とせるでしょう。で、長野城の方はというと、まあ一通り防衛はなりましたので、騎乗する。あとは逆に武田を圧迫したいけど、ここはどうなってるかというと、結構奥深くまで武田が侵攻を受けてるな。いや、これ一気に武田が壊滅する可能性が出てきたぞ。それを避けるにはこちらから少し便宜を図ってあげた方がいいな。まず姉小路に対しては島峰あたりを攻めさせた方がいいね。北条がちょっとな、もうちょっと徳川を圧迫してってくれないと、本当に武田が飲み込まれる可能性が出てきたな。武田は結構兵力こうやって見るとないですね今で。逆に信長の方もそんなに兵力順風満帆に大量に囲んでるって感じではないので、どうかな。亀山、長島、この辺りを攻める好機ではあるんですが、今機内の主力隊を竹部山に送ってるので、竹部山の蹴りがつかないとどうにもならないかな。竹部山は合戦で落としにかかりましょう。よし、竹部山を落としたので竹部山は藤高に与えましょう。功労者ですからね。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、お金がなくなったな今度は。うん、兵糧がなくなったな。で、そうなると出陣ができなくなるな。
武田がちょっと心配だな本当に。家康に一気に攻め込まれてて、これは本当に滅びる可能性が高いな。となると家康が本当にでかくなりますね、織田以上に。しかも武田の優秀な家臣団を取り込むとなると非常に危険だな。まずは武田に対して援軍が出せるように岐阜城まで進攻しなきゃいけないな。ってことはやっぱり大垣城を落とさなきゃいけないですね。大垣城を落とせるだけの兵力があるかというと、どうかな、ちょっと厳しいけど、なんとか大垣は落としましょう。我が戦、今だと大垣城に朝倉の軍勢も殺到してるので、この機に乗じるのがいいかな。いやー、小諸城も落とされて、砥石城も落とされるとなると本当に危ないね。ちょっとここは頑張ってあげましょう。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。でちょっと与力も増やしていってあげないとまずいな。まずは細川家は武将10に与えてるのか。楠木家が全然武将いないね。楠木に、あと、いや楠木が先かな。楠木に一式をで、さらに武将を派遣していってあげましょう。まあ、御所にそんなにいるのかって話もありますけど、御所に関してはいつその工作が大量に必要になるかっていう問題もあるので、ちょっと潤沢に用意しておきたいんですよね。出陣するぞ。出陣します。あと軍勢が出せるところはもうことごとく軍勢を出していきましょう。なんとしても大垣、岐阜あたりを攻略しておかないと。我が戦、お見せしましょう。包囲します。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。大垣城は一気に合戦に持ち込んだ方が有利かな。そうですね、次のターンあたりで合戦に持ち込みましょう。出陣します。岐阜城が落ちるとなると早々には信長も動けないだろう。問題は徳川だな。徳川に対して北条がもう少ししっかり攻勢をかけてくれれば武田も救われるんですけどね。出陣しよう。で藤高をとどめに出していきましょう。清須から信長の本体が出てくるとちょっと苦戦かな。必ずや勝つ。出陣するぞ。
まあ、ここは自由に戦わせましょう。参るぞ。かかれ。始めようか。数的には有利なはずなので。一血が来たか。耐え切れるか。敵城門突破しました。我に続け。引き際わきまえねばな。お、栄光ちゃんがいる。栄光ちゃんで一鉄を迎撃しましょう。清正がいるな。何、刑事もいるのか。さすがだな。戦力的にほぼ押し返される可能性が出てきたな。ここはいち早く城門を突破して。かしこまりました。天守を落としにかかった方がいいな。強い、強すぎる。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。うわ、厳しいな。これは藤鷹の舞台大垣城に行きましょう。で、援軍の要請を出すか。武田に今援軍なんて頼めないしな。今いる兵力で頑張るしかないかな。金さえあれば、兵糧さえあれば御所から軍勢を出すこともできるんですけどね。どうにもならないな。ちょっとここはなんとか大垣城、岐阜城を狙って少し武田を助けてあげたいんだけどな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。結構いい戦いしてますね、大垣城の攻防戦は。逃げることはできぬぞ。出陣する。ここで信長が来るんだよね。信長が来る前に大垣城を今度こそ合戦で落としましょう。
信長が到着したら勝ち目はないんで、信長が来る前に倒しましょう。よし、守備隊はいなくなったはずだぞ。あとは敵の増援が来る前に早く天守を落とす。むしろこれは信長が到着するのを待った方がいいな。信長の到着をこのまま待ちましょう。で、信長が到着したら天守を落とすっていうのがいいかな。そうすれば信長の8000を、姑息な手ではありますけど、来たな。かしこまりました。9000にいるし、信長。これで信長の9000がゼロにできるので、まあ同じかな。一気にキヨスとか岐阜とかを攻めやすくなりますね。見くびられては困りますね。敵将捕獲した。よし、これは大きいぞ。光秀4300が来るけど、来るけどだよね。キヨスの兵力がゼロになってるぞ今。こんなチャンス二度とないぞ。ただ兵力が足りないな。今信玄亡き後、武田はかなり苦戦してるから、そこに何か物を頼めるような状態ではないし、となるとやっぱり自力でキヨスをなんとかするしかないのか。ただ大垣城を取ったっていうのは本当に大きいですね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ここは地業を誰に与えていくかだな。まあ、やっぱり大垣城は一門衆に守らせましょう。で、御所からついに部隊が出せるぞ。我が戦お見せしましょう。これでどうだ、キヨスを狙うか岐阜を狙うか。まあ、岐阜の方が確実にその武田を救えるための部隊を派遣できるので岐阜にしましょう。報告いたします。ここは多少無理をしてでも岐阜城を落とした方がいい。みんな我に続け。我が策、戦場を制す。助立ちいたす。出るとするか。
出るぞ。多少の無理というか相当な無理をしてても岐阜は落としましょう。信長が岐阜を失ったって結構衝撃走りますよね、織田家にも。しかも亀山城がこちらのものになったか、ラッキーだな。これは思わぬ形で亀山城が転がり込んできた。三好のものになってもおかしくないはずなんですけどね。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。よし、じゃあ寝返りをさらにやらーていきましょうか。よし、信長に対してはもう一気に流れを変える。敵将、捕獲しました。徳川をこれ以上大きくさせないために織田を潰す。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。敵将、捕らえたり。ねじ伏せてくれよ。信長が来たか。やめましょう。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で戻ります。敵を追い詰めます。岐阜を落としたいけど落とせるのか。残りの戦力で大垣城から軍勢を出しましょう。栄光ちゃんを出そう。栄光ちゃんを。ご命令くだされ。報告いたします。
報告いたします。先月の収支です。報告いたします。武将不足だな本当に。もうちょっと武将がいれば。ここは合戦に持ち込むか。陣地ができてる。誰が作ったんだ。やってくれるな。いやこんな城を壊さなくていいよ。そんな城門は城門壊さなくていいんで、こっちから回ってください。よし、岐阜城まで取った。岐阜城まで取ったぞ。なんかだいぶ事態が好転してきた感じがしますね。では地業を与えていきましょう。やっぱねこの岐阜城とかもう要衝は一門衆に任せる。一番安心、裏切らないですからね。であとは調略内通で引き抜き。引き抜きは一人だけか今できるのは。よし、こんなところかな。はい、というところで、今回も時間が30分過ぎていますので、一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。